こんにちは、うん、こんにちは、ドライブの宮城です。今日もキモいな今日もキモいとか言うな、はい、毎日キモいわ、うん、耳元でキモいこと言うだるわ。ほやけん今日も言うるやろ。ほやけん今日 も, もなんでそれ言うべんバリバリやねん、はい、ほんま頼むで、はい、ひどい話や。どう思いますか皆さん、ご視聴の皆さん。うん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 、すいません今日もキモいです。はい、頑張っていきましょう。っていうことか、はい、っていうか何よこれ。タワーですよ。レカロ、うん、レカロタワーができてますねレカロか、はい、はい、ということで、うん、どういうことですか。連休前ですよ、うん、まあまあやっつけられてます。はい、はいはい、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、今日も、今日も明日も明後日も、うん、働いていくぞ。おお、おお、ということで、うん、湘南の M4 さん、うん、一応診断結果出ました。診断結果出ました。まだちょっと原因は全くわからないんで、うん、何とも言えないですけど、うん、今回は症状としては、うん、ね、パイーンって走ってる時に、うん、ミスファイアみたいな感じで、うん、の症状、うん、実際ね5番が一発打たないということで、うん、一応ちょっと覗いてみたわけですよ、うん、ただ一つ言えるのはやたらオイルまみれになってるのがなんでかなと思って。漏れてる。そうです、うん、なんでかなっていうところで、まあ、とりあえず突っ込んでみたわけですよ。電源落ちとんじゃない。はいはい、変な焼け方してますよねピストンもね。ほんでこれ押すの、すごい横が打つのも俺知らんかった。そういうこと。映ってこんな。あ、これやな。いや、これじゃん。光で分かりにくいな。このガジ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 ってなってるのがピストンがないと説明しにくいけど、モコッとなってるとこやねピストンが。うん。うん？これバルブ、これバルブなんですよ、うん、バルブ傘、うん、色が違うでしょ。光の反射ではない。これ光の反射じゃないで、ボコボコってなってるんで、うん、クラッシュして、ああ鉄粉まみれやな。やっぱりだいぶおるな。キラキラしてます、ね、うん、ギタギタしてる、うん、まあ今エンジンのバルブがこういう状態をこの横から見てますかね、うん、まあ、今わかるのはバルブクラッシュしているので、うん、まあ、5番が死んでるということで、ハッタッタッタッハッタ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 ッというところですね、うん、まあ、今はそこまでしかわからないです。これがなぜこうなったのかということを調べていく必要があるんですけど、まあ、それにはやっぱりエンジンを下ろし割っていくしかないというところで、うん、まあ、この辺りをどうするかっていうのを、まあ、この後ちょっとオーナーさんとお話し合いをして、はい、探っていきたいと思います、はいはい、なので今回のはハブが滑ったとかっていう話ではないです、うん、また別の問題です、はい、別の問題ですね、はいはい、でちなみに、この状態でドライブトレーニングは入ってないんですよ、うん、でフォルトも見ましたけどそういう履歴はないです、うん、っていうところで
ちょっと長丁場になると思うんですけれども、はい、まあ、引き続きちょっと調査していこうかなと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。今日はポルシェの解体作業ですか？これポルシェなの？違うんです。変える違う、ケロンパ。もうこの人がそこに、うん、おったら天気が悪くなる。ほら見てください、今日もほら天気悪い。ほら見てください、昨日まで天気やったはずなんですよ。俺 俺の緑でずっと出されとるやん雨が降るかもしれないのに雨天全く使用できないと思うから、はい雨漏りの塊みたいなそうですね、大丈夫ですか？うん、危ないですね。これはこれで危ない何かと危ないですね。ぶら下げますか。作戦会議です。危ない、いや下、右側が そうですね、うん、この方が安全そうですね。はい、今日は何するんですか？エアコン交換、バンパー脱、はい、プラグ交換、バンパー脱、はい、ベルトのテンショナー交換、バンパー脱、はい、はい、なんとも本当迷惑な車ですね、はい、そんな何を大掛かりなことは始まるのかと思えば、もう本当エンジン下ろした方が早いじゃないかっていうぐらいで、何をしてる、そうですね、はい。うん、そうです、外したんで何かしますか？外したんで何かそうやね、うん、せっかく純正マフラーの色が変わっとるやんか、はい、壊れとるけん変えた方がいい。壊れてます、故障です、はい、故障です、故障です。キャリパーも黄色くなってる、はい、多分故障です。バネも赤いんで多分おかしいですね。故障ですね、はい、オレンジと緑でしょ、はいはい、色が合ってない、合ってないですね、はい、違反ですよ。そうです反則だらけでございます。はい、大したことではないです、大した作業ではないですが、うん、すごくいい日を大掛かりということです。準備も大変ですね、はい、準備が大変ってことですね。せっかくなんでこれ、はい、うん、汚いんでね、これ、はい、当時一緒に出ますか、はい、やっときます。ちょっと鳥のね、この踏んだ感じが、ね、うん、ちょっと違うんで、はい、はい、しときましょう、はい、見えますか、見えますか、うん、見えとるけど、まあ、うん、不思議なところぐらいな、これ不思議、不思議、まあでも、うん、よかったら動いてるから問題ないんでしょ。はい、マイクどうぞまあね、はい、取説に1万キロで交換しろって書いてるからね。お、まあ分回す人はもっと早く書いた方がいいと思いますけどね、うん、まあ面倒くさいっす。はい、エアクリもこれ見て仕事しとるで、これすごいですね。うん、ゴミというゴミがそんなにある、うん、ある程度落ちたからあれやったけどね、はい、なんでもう全部もうピカピカやこれ、うん、もう今もお掃除のおっさんになってるこれ水洗いするバラして、はいはいはい、そうですね、全部バラして綺麗にしときました、はい、する必要はないと思うんですけど、まあついてるなんて普通のとこは出せんと思いますけど
ちらは見て見ぬふりもできない性格なんで気になるもんで、はい、もうここも全部汚れも全部落としました、ね、はい、バンバン綺麗になりましたね、これ、なりました、ということで、絵的に全然面白くない、ただバンパーは乗せるっていう、外して乗せるっていうだけでいいですけど、ダメですよ、ここは慎重に、そうやね、はい、いちいち高いから、いちいち高いんで、はい、何かあれば宮城の自腹となります。俺の自腹、はい、どういうこと保険使わせてくれんの。使いません、もう宮城の自腹です。あ、そう、はい、それも嫌やな、ほなもう次から断ろう、入庫拒否もう触らん拒否ですか、もう触らん、あBM だけにしといてください、うち BM 屋なんでたまにやりますけど、たまに、あんまり、はい、あんまりは受けないです、これからはやっぱりノーと言える日本人に僕はなりたいと思うので、はい、ノーと言いますってな感じで、はい、とりあえずこれでまあまあエンジン周りは終わりましたね、テンションアーも変えたんで、はい、ルールやったっすね、まあ、1万キロぐらいででもダメになるテンションなんてどうよ、うん、博士君博士でしょ、はい、もっと研究して、はい、うん、よいということで、はい、はい、あとは、あとは一番嫌なやつが残ってるんですよ、うん、フロントのここ、いや、うん、めちゃくちゃ、うん、めちゃくちゃ締められてて、うん、折れるかもしれません、折れるかもしれません、まあ折れたらキャリパー変えたらいいだけなんで、交換です、はい、行きましょう、気合いに行こう、はい。やっぱりさ、うん、このポジションになったらさ、うん、雨が降る、ケロヨンだね、ケロケロンパ、うん、ケロンパ、うん、ね、うん、カエルちゃん、はい、お馬ちゃん外に掘り出されとるけど、馬雨なのにね、律儀のお客さん、うん、多分今日は来ないだろうなと思ってたら、うん、律儀に、うん、雨の中乗って来られました、はい、スーパーロックですね、はい、ありがとうございます、はい、ということで今はちょっとね、はい、雨がもう少し収まったら、うん、瞬時にパッとこう入れ替えて中に入れようかなとは思ってますね、はい、今土砂降りの中でね、うん、動かすと下回りが土砂になったりいけないので、はい、と思いながらというところで、うん、カエルに馬に忙しいですね、はい、まるで動物園です、動物園ドライブアニマルハウスです、はい、まあ動物は嫌いじゃないけど、うんうん、そうだね、ってことで、いい ET の親分ですよ、うん、ET の親分、まあ、先日もね、うん、ちょっとお前テストしてこいや言われて、うん、僕ショートコース行ってきたんですけど、はい、で、まあ、今回ガラッとちょっとセッティングの方向性を変えます、はい、もう今までとは180度違うように、うん、それは本人にも伝えて、まあ、ある程度乗れるようになってきたんでね、うん、あのちょっとここらでガラッと変えますせと、はい、もう乗り方もガラッと変えてと、うんうん、いうことで、うん、今ジオメトリーのセットアップを、まあ、リセッティングしてるというところで、はい、はい、まあ、でも考えたら2000のターボやんこれ、うん、ね、うん、そんなパワーあるわけじゃない、うん、でも他国もう45に届きそうなぐらいの勢いで回ってますからね、やりますね、頑張ってますよ、さすが、次はあれやね、もう45秒切ってもらうようにしておかないと、うん、はい、いけないかなと思いましてやらせていただいております、はい、ってことで、うん、早く雨が止まないですか、今週はずっと雨です、はい、早く大間さんを中に入れてあげたいんですけど、はいしますかね、ドアの開け閉めでも濡れてしまうもんね、そうです ね困ったもんやね、はい、ってことで、ということは僕の90は外に捨てられるんですね、はい、かわいそうということで、はい、バッチリ仕上げときますんで楽しみにしておいてください、あ、はい、非常にいいんですよ、はい、何ですか今日も腰が反ってます、え、ティムカの白馬ですね、
なんない日向の仕事日向の仕事、お酒お酒か、そうかってことで、はい、はい、シャコタン、うん、シャコタンにして、ええ、面出して、うん、アライメントして、うん、バルブコントローラーっすな、うん、取り付けというところでいいね、俺このブレーキダクトが欲しい、これいいね、いいねこれめっちゃいいね、これめっちゃ欲しいね、めっちゃ欲しいけどなんかフェラーリやけいちいちなんかフェラーリ価格で恐ろしい金額っすよ、間違いないでしょうね、はい、この人たちはね、うん、あれなんですよ、全部ここシム入れて、うん、シムの厚みでアライメント調整するんですよ、めっちゃ大変やないですか、はい大変です、はい、大変です、そして、うん、そんな車なのに、うん、フェラーリジャパンにはシムの在庫が1個もない、おっと一丁もないです、はい、一丁もないですということで、うん、まあ、ある程度その辺を加味しながら、うん、セッティングをしていかないといけないという、ね、なんとも大変です、はい、大変です、うん、そして、うん、フェラーリ様となるとノーマルで V マウントですね、うん、かっこいいね、いちいちかっこいいですね、えいちいちかっこいい、いちいちそういうところがかっこいい、はい、まあ、ぺったんこやからそうするしかない、うんうんうん、ここだけ俺の緑と一緒やね、そこだけどうにか自分のと一緒にしようとしますねそうです、こじつけます、はい、こじつけましょう、はい、ということで、ええ、まあ、たまにこういうのもやります、たまに、まあ、4年に1回ぐらいしかしませんけど、はい、オリンピックの年ぐらいです、そうですね、多分向こう4年ぐらい変わることはないかと思いますけど、はい、ということで、うちはあらの BMW 専門なので、うん、もっと BMW 来てください、はい、お願いします、地上1階建てのタワーマンの解体工事をしてます、それタワーマンなんですか、タワーマンですね、走るタワーマンですね、そうです、タワーにローマンかな、そうです、タワーマンかな、一応タワーにはどんどんでも値上がりしてるからタワーになっていくんじゃないですかね、なるほど、不動産価格との高騰と伴い、この人とこの人もこう高騰していってるんで、はいはい、タワーマンですよ、タワーマンの解体工事です、はいはい、解体工事っていうか、ええ、ただアライメントをやってるだけなんですけど、うん、あのこのタワーマンですね、うん、こうエラだらけじゃないですか、はい、このエラが、うん、センサーを邪魔して、うん、数値を読み取ってくれないんですよ、なるほど、なんならこれも邪魔やね、これ邪魔物がいっぱいいるんですね、これ解凍してこれ飛び出るように調整式にしたろうかな、これそしたらこんなことしなくていいんですよ、はいはい、まあでもそうしないとどちらにせよ、うん、まあ塔とかはねここで触るんですけど、はい、工具が入らないんですよ、うん、はい、どちらにせよバラさない感じ、解体です、やはり解体です、解体ですね、はい、ヘルメットかぶって安全帯して、ね、はい、半径5メーター以内の近寄らない、うん、軽い馬刺しですねということで、まあ、昨日アクシデントにより、うん、アクシデントにより、うん、ギアの車高が全く動かないという、うん、追い詰められてますね、金本さん、そろりそろりとこう近寄っていきますよ、やめてくださいよ、こけたらですね横にタワマンとタワマンがいるんですが危ないんですよ、はい、イタリアンクオリティはですね、うん、裏切らないです期待を、多分反省点としては、先日触る前にですね、僕たちが高級なオリーブオイルをまず飲むっていう儀式を怠ったからですね、あ、うん、モスコってダメですか、ダメですか、まずはオリーブオイルを浴びるほど飲む、うん、そして革靴は裸足で履く、なるほど、はい、臭くなりそうです、それをしてから触らないと、うん、はい、イタリアに拒絶されますね、されてますが、なのでやっつけられてます、はい、こんな予定ではありませんでした、はい、はい、ということでこれもまた一つ勉強です、勉強になりました、はい、まあ、こういったねタワーマンを触らせていただけるっていうのは光栄な話なんで、はい、これもまた勉強です、まあ、はい、
あのビビりながら楽しく勉強させていただいております、うん、はい、ありがとうございます、はい、お掃除隊です、はい、こういうですね、こういうディフューザーがついてる車って、うん、こういう内側とかのこの溝にも砂利がこびりついてます、はいはい、なのでせっかくなんでね、ほじほじしてお掃除です、はいはい、でちょっとやっぱりホコリも溜まってるのできれいにしてから元に戻しましょう、はい、ってことで、うん、まあ、フェラーリさんはもうこれで組んだらヒヒヒーンって帰っていきます、うん、でそして高松から本来ですね、この急にはオイル交換にのご予約で、今日のご予約は、はい、オイル交換に来てる途中で壊れたって、でそのまま置いて帰られたって。なるほど、はい、で、まあ、原因はね、うん、まあまああるあるですけどイグニッションコイルなんですけど、はい、最近また面白いですねこの壊れ方、これどうしたんですか。多分ゴーストバスターズだねこれ、はい、に出ませないかな出ませないかな、はい、スライムでも入っとったかなこれ、はい、スライムが入ってますね爆笑ですよ抜いて、なんじゃこれやつこれは初めて見ました、はい、あでもここがなんか、あこれピシッとここ、うん、ここからリークしたんでしょうね、これ、ね、ここでバチ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 、うん、ってなってこんなになってるんでしょうね多分ね、はい、新しいです車は古いですけど、壊れ方は新しいです。なんか無事たどり着けた、うん、まあ、まあ言っても隣町ぐらいでなったぐらいならしいんでね、うん、なんかそんなにあれじゃなかったんで、うん、無理やり走ってこられたらしいですけど、まあ、そういう時はね、はい、走れなくはないですけど、うん、あんまりいいことはないんで、うん、連絡いただいて、とりあえずね、はい、動かさない方がいいです、うん、無理やり乗ってから来ようと来られる方多いんですけど、うん、ね、こういう症状で大阪からなんですけど大丈夫ですかねって言うと、いや大丈夫じゃないからって話になるんでね、壊れてます、はい、壊れた場合はですねやっぱり止めていただいて、はい、僕らに電話いただいてレッカー使っていただいた方が、はい、後の被害をやっぱり最小限に、ね、うん、そこで抑えることもできるので、はい、連絡いただけたらと思います、はい、そして毎日いろんな急にね触らせていただいて誠にありがとうございます、はい、そしていろんな壊れ方するんで最近楽しいです、はい、楽しいかな、やっぱりよそにないデータがここにはいっぱいあるんで、うんうん、内部にはね、うん、でもお客さん楽しくないと思いますいや、まあ、まあでもすぐ分かったからいいじゃん、はい、これ変えたら治るんでね、うんうん、これがなんでかなって分からずずっとやって何ヶ月もね、うん、かかる場合もあるわけですから、そうですね、まあ、それに比べたら全然ね、まあ、一目瞭然というか見て分かるんで、まあ、いいんじゃないでしょうかということで、バッチリ直すんでしばしお待ちください、はい、暇なんですよ、はい、暇な時はデモカーを改造しましょう、そうしましょう、はい、やっとできます、はい、ということで直子を改造してます、直子改造の巻です、はい、直子が、はい、直子が直美に変わる瞬間ぐらいですね。やっぱこれを履きたいわけですよ、うん、ノータイヤノータイヤノータイヤ清めますね。このでかいキャリパーの人のおかげで、うん、15ミリのスペーサーを使用しないと、うん、回らないんですね、うん、ホイールを取り付けることができないということで、まあ、そもそもノーマルこの15ミリ、うん、内側でつらつらで作ってるのに15ミリ出すっていうことは15ミリ飛び出すっていうことだ。そういうことです。あらら困ったで、うん、あらら困ったでっていう話やったんです。それがですよ、今だいたいとあるパーツを使うことで面です。はい、リム面です。厳密に言うと3ミリぐらいはまだ出てますかね。はい、でもここはいいんですよ、別にリップアウトなんで、ええとはいえ引っ張りタイヤはしませんけどね、うん、ってことでですよ、うん、まあ、何をやってるかっていうとですね、まあ、ここのアッパーアーム、うん、
こことここに2本いるんですけど、うん、それを SPL パーツに交換しています。はい、全然見えませんね。何も見えませんね。こちらから見えますか？見えますよ。これですね、このモニオンと湾曲したやつと、はい、その前の斜めですね、はい、後ろも SPL、すべて SPL ですね。はい、ってことで、まあ、まだ片側はね、うん、まだまっすぐの分かだけですね、はい、この上のこの形がね、このカーブが、うん、仕事するんですよ。仕事するんです、はい、まあ、このカーブの部分がこのパーツになるんですけどね、純正だと、うん、これね、車高としていくとこうグーッと上がっていくんですよね、うん、まあ、当然動いても怖がっていくわけですけれども、はい、こことボディの隙間はほとんどないんですよ、うん、土砂ごたんにしたらここぶち当たるんですよ。ダメだ。バコーンっつって、うん、なので SPL はこういう風に逃げる形にしてるんですよね。なるほど、賢いやつです。落とし放題です。ここまで上がります。伸びしろありますね。伸びしろあります。縮み、はい、そうですね、はい、縮みしろも伸びしろもあります。はい、はい、それつけるとね、うん、ここまで来るんで、ここまで来たらキャンバーは90度とかですかね、うんベロリアンの世界になりますね。そうです、ね、ベロリアンぐらいまで動かしてもいいよという、うん、はい、感じだったんです、はい、で純正だとゴムブッシュボールジョイントなんですけど、うん、こっちはピロピロになるんで、ピロピロリーンなんですよ、はい、ということでここがシャッキリするんで、これブルルンブルルンブルルンってなるようなトラクションのかかり方はしないですね、うん、パッキンできますね、はい、パッキンと。なおかつレバー比も調整上がりますし、うん、上げることも下げることもできますね。伸ばせば上がっていきますね、もっとね、うん、まあ、ピロに変えるだけでも上がっていくので、はい、当然乗り心地はマイルドになっていきます、うん、マイルドです。ミヤルドです、ね、なので、はい、なので、はい、硬いカチンコカチンコなスプリングレードにしてもマイルドです、はいはい、そんなことはしませんけど僕は。そうですはい、まあフルピロにすると乗り心地が良くなる、なったって感じるのはそういう理屈です、はいはい、ってことで、うん、まあモナカなんですが、まあうまくいくかどうか、うん、そこだけでは無理ないな気がするんだよね。15ミリ出てるものを内側に入れるってなかなかむずいですよ。ナローにしますから、ナロー、はい、ナロー、ナローです。いちいちベロ回しますね。だからよくあるね、うん、最近だと F8X 系の M に乗ってるね、少年たち、うん、若者ですよね、うん、若者はもう10点後のプラス20入れたいんです、うん、って調べもせずに買ってきて、そんな入りませんよ、うん、チーンみたいな、はい、またありますね、うん、まあそういう時にですね、SPL を使っていただくと、はい、ナローにできるので、はい、そういうのが収まり、まあでも20は無理やな、うん、10点以上は無理やな、うん、ちょっとむちゃくちゃサイズは無理やけれども、はい、まあまあある程度は調整できる、うんうん、まあ、こんなね、こんなスタンス兄ちゃんにすれば別に入れれるんですけどね、うんうん、走れないスタンスに、そうスタンス兄ちゃんにしたら M 買わんくんでよかったや、うんうん、302ぐらいでよかったやないみたいな感じ。302ですね、うん、はい、そんな車あるんかい、ね、それはですねあるんですよ、はい、あるんすか。420あるじゃないですか、うん、420ってまあ一番ちっちゃいエンジン乗ってるでしょ、はい、まあ420なんで2000のターボが済みますよね、うん、それ413やったんか、403やったんか、403っていうのはあのボディに軽トラックのエンジンつくんですよ、うん、そんなモデルがあるかどうかは知らんけど、またえ、こんなキャンバーやったらそれぐらいの速度でしか走れないからそういうエンジンでいいですよってことなんですよ、うん、ね、うんうん、こんなキャンバーでさ500馬力のエンジンいらないでしょ。いらないです。踏めないんですから、はい、飛んでいきますよこういうとは、ね、多分、はいはい、っていうことです、うん、なのでどうなるかは分からないですけど、はいはい、
まあ、デモカーいじりもデモカーの改造も 大事なので、はいね、これができればそういうのもね全てお客さんもまたフィードバックできるので、まあ、いろいろね、はい、G もやり込んでますということが言いたかったんです。はい、はい、ちゃんと伝わりましたでしょうか。はいということでチャンネルはそのままで、はい、はい。出したやん。しゃあない。すごい。ようなった。ようなった。ようなった。よくなってる。うん。だってこんだけで乗ったよ。こんだけ。出てましたね。こんだけ出たの。はい。収まってます。収まってる。計算でいくと、うんうんうん、6度30分ぐらいのキャンバーで、ええ、なんとかフードツラがこれぐらい入るかな、うん、入らんかな、まあ、ほぼほぼ7度ぐらいつけないといけないかな、うん、状態ね、はみ出具合で、うんうん、それでも効かせてるかもしれない、うん、でもそんなキャンバーってダサくない？ちょっとあかん。骨折キャンバー、うん、整形外科に行かねえから骨折海なしキャンプ、はい。まあ、ジオメトリー改造してですね、うん、なんとかキャンバーちょっと2度30分ぐらいはついちゃうんですけど、うん、まあ、それでもつきすぎかなと私は思うんですよ、まあ、でももうそれ以上は限界なんで、うん、今ここにある、まあ、もう一個ね方法はあるんですけど、はい、今ここにある材料としては、うん、今限界のところがそこかなとね、車高を上げるとか、うん、そういう、何逃げ方はないので車高はそのままでやっております、うん、ってことで、うん、これね、うん、多分ここまで決まってる G って、うん、世界的に見ても、うん、多分この車だけですよ。なおこだけです、うん、だってみんなちっちゃいなんかついとるかついてないかわからんリアキャリパーでしょ、うん、そうです。だそもそもこのホイールも、うん、そのついとるかついてないかよくわからん純正キャリパーで、うん、なおかつ、計算上では3ミリきつい、うん、3ミリきついサイズで作ってるんですよ、うん、だからこのでっかいキャリパーにすることによって、まあ、15ミリのスペーサーが最低限必須になってくるんで、うん、まあ言ったら大方20ミリちょっと出てしまうというような状態なんですよ。だからノーマルの車高で、うん、ここまで落としたら、うん、キャンバーは多分この辺りになるからっていうところで逆算して作ってたんですよ、ね、全部想像で、はい、うん、計算だけで、うん、で当初はそのちっこいキャリパーを変える予定なんか1ミリもなかったんで、うん、まあ、それで OK やったんですけど、はい、急遽ね、うん、作ったからつけろっていう話でつけたんで、はい、こんなことになりましたということで、まあ、見てください、この隙間ゼロ産業、うん、もっと下から行く。普通はさ、うん、こう洗車できるぐらい手がみんな入りますけど、うん、これ見えないですからね、これ見えないですリア、はい、フロントもフロントも見てください、全くないですよね、これ見えません、ね、こういう感じですね。この辺までありますからね、キャリパーって、はい、これちなみにフロント405、はい、リア390ですから、はい、で8ポットの4ポット、うん、素晴らしいですね。素晴らしい、これ素晴らしいよ、はいはい、何が偉いかって、うん、まずリムがダブルステップなんですよ、うん、なんでディスクって実は17インチです、はい、17インチです、うん、なのでそもそもが難しいんですよ、うん、はい、これディスクをまっすぐやっといたらそのスカリウム作るのも簡単なんですけど、はい、そうするとただの昭和テイストしか残らないんで、うん、やっぱ昭和と令和とね、うん、もうこうミックスしていくとやはりディスクも根茎をさせていって、はい、ね、そういう形で作っていきたいっていう思いがあったのでこの形になったんですよね、うん、はい、で、わざわざ当初からねきついサイズに作ってる理由もあって、はい、そのきついサイズにしないと、うん、まあ、このリム幅っていうのがアウターリムの幅っていうのが
成立しないんですよ、うんうん、なのでそもそもきついのにさらに15ミリのスペーサーをかますというハメになって、はい、うん、まあ、こんなに出て、ああまあどうしましょうって感じだったんですよ、うん、OMG ですね。OMG です。そうです。OMG です。はい。っていうことを考えていくと、うん、まあ、世界的でも1000いってるんじゃないのかな。うん、っていうか、まあ、俺的には多分世界1位だと思いますけど。うん、だっていないもん、リアのキャリパー変えてるやつがそもそも。そうです、ね、うん。そもそもいない。うん。多分一番偉いと思う。いや、宮城一人世界大会優勝みたいな。一人勝ちですね。一人なんでね、永遠一人なんで、ええっていう、あの宮城の堂々名自慢でしたね。はい、まあ、はい、いやでもかっこいいじゃん、シングルキャリパーっすよ、はい、他社のやつは、うん、これつけてもう一個なんかサイドブレーキ用のなんかキャリパーつけますから ね、はい、あれはナンセンスです、うん、いけてないんで、うん、もうそれだったらサイドブレーキしてたらよろしいかなと思います、うん、僕的にはね。やっぱり足回りはね、バネした荷重が大事なんで、はい、その技にお金出してバネした荷重増やしてどうするのっていう感じですからね、うん、はい、ということで結構決まってると思いますよ。かっこよくないですか。ちょっと今ここ斜めってますからわからないですけど、はい、分かりにくいかもしれないですけど、ね、また後にね、はい、行きましょうかね。ということでまあこれ完成したんで、うん、はい、売ります、はい、売ります、はい、欲しい方どうぞ。ちなみに、はい、はい、これもう一台買えるぐらいかかってます。そうですね、はい、もう一台買えます、はいはい、新車が、はい、っていうことでお得やと。新車限りのお買い得、はい、このまま売りますんで、はい、ちなみに今走行距離はちょっと伸びまして、うん、3300km です、うん、はい、まま伸びましたちょっとだからちょっと明日もセッティングの旅に行こうかなと思って今悩んでるんですよ僕、はい、こっちも乗りたいんですよ、うん、どっち乗ろうかなって今悩んでるんですよ。悩ましいですね。そうなんですよ、体一つしかないですからね。そうそう、同時に乗れないんですよね。そうなんですよ、まもなく彼の命日も近いんで。そうなんです、あっちも乗りたいし。そうなんですよ、はい、そうだね、彼の命日近いね。近いですね、連休やからね、はい、まあそれは連休に行こうかなと思うんで、うんうん、とはそれ考えたらまああれか、こっちか、はい、こっちにしようかな。こっちでちょっともう少し冷たいところがあるんで、そこをね、うん、チェックついでに乗ろうかなと思います。はい、ということでこちらの話は変わりまして、はい、こちらの 80M3 さん、うん、まあ何でもね、出荷してます、ちょっと出荷してます、うん、どんな感じですか、アクセル踏んだらバババババババって言いながら回転上がっていくんですよ、で、ああ、うん、それコイルっぽいねなんて話をしてたんですけど、うん、で取りに行って持って帰りました、はい、でテストしました、うん、出荷が起こらないんです、うん、本当にしてましたっていう話で、うん真冬の話だったんでね、はい、あのこれもしかして、うん、あのエフィシエントモードで、うん、トラコンオンで走った感じちゃいます、走ってませんでしたかったら、うん、はいということで、もしかしたらそれはトラコンが効きまくってたのをそういう感じに取られたのかな、うん、どうなんかななんて話をしたんですけど、うん、まあでもバババババなってたっていうから、うん、そっかと思いながらもう一回ねテストに行ったんですよ、うん、そうしたら、まあ、縦まっすぐが出ないですね。ちょっと G を残してあげたりとかして踏んで踏むと確かにバン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 っていうね、うん、失火っぽい現象が出るんですけど、うん、あこれは失火じゃないなと思ったんですよ、うんうん、と思って、まあ、一応点検をしてバラしてるところなんですが、まあ、おそらく、まあ、チャージパイプブーストパイプの、うんまあ、ガスケットの劣化、うん、G がかかった時にちょっと動くんで、うんまあ、その時にちょっと抜けてるんだろうな圧力が、うん、っていう感じ、うん、でこれフォルトにも一切入らないし、うん、もうこれは向こういろんな車乗ってね、まあ、M2 なんかではいろんな壊し方とかいろんなエラーの出し方を修行してますから、うん、だいたい乗れば分かるんですよ感覚的に、はいねはい、多分ここじゃないかなというところで、うんまあ、ちょっとガスケット変えてます、うんまあ、多分これで治ると思いますけどね、うんまあ、言うたってねもうこれ実はもう、もう10年大型10年選手が近いから そうです、まあ、そういったところの、ね、劣化が進んでいってるのかなというところ、うんはいまあ、あと気になるのはもうやっぱりみんな距離がもう7万とか、うん、ザラになってきたんで、うんまあ、エンジンマウント系ですよね、うんまあ、あの辺のフレも大きくなってる感じがするんで、うんまあ、そろそろそういうメンテの時期が来たのかなというところで、はいまあ、そういったところを合わせて今後は、まあうん、あのメンテしていけば、まあ、もっともっと長く乗っていけるいい車なんで、はいはい
いいかなと思います。ということで交換していきましょう。はい、はいはい、続きまして 80M3、 はい、強度したん、しかし、うん、M まみれ取ったね、これ、うん、まみれ取った、まみれ取った飛び込みで新規の M が3台も4台も来て、はい、なんか非常に濃くて朝から今何時よ、まあ、じゃあそれで見た、今5時やろ、今5時やろ俺ずっと立ちっぱなし、ずっと喋りっぱなしやね。そうですね、もう今偏頭痛がしてます。私もしてますでも楽しかったね、はい、ということでこちらの 80M3、 はい、まあ先日ねちょっと走行チェック中に、うん、ブレーキがなんか違和感を感じて、うん、あれなんて思ってて、うん、こう踏んだらその症状っていうのがブレーキグーッと踏んだら、うん、ギギ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 ギって言うんですよ、うん、あれブレーキペダルがいきなりおじいちゃんになったと思って。キリギリスとかそんぐらいですか。いやだいたいキーとかギギギギとかっていうのはだいたいおじいちゃんかおばあちゃんの自転車やろ、おばあちゃんが多いかな。ギーもう危ない、いやいやあなたの方が危ない一人で言うとるだけやみたいなパターンが多いじゃないですか、はい、もう危ない、うん、本当ちょっとチッって言いながらどこ見よんよって行くおばちゃん多いですよね、はいはい、まあ、そこのこの近所の名物 の、 道路交通法違反おばさんみたいな感じやね、うん、あのおばちゃんあのおばちゃんってことで、はいはい、まあ多分ブレーキパッドだろうなと思って、うん、バラしてみたんですよ。これ見てくださいこれ、ブレーキパッド2枚なんですよね、うんうん、これ4枚ありませんか。ありますね4枚ありますよね、うん、これもうこれこうやね、うん、おろしおろされとるでこれ、これ分解されてるほう、なんてことでしょう、この瞬間が BMW です、うん、イエス。ということでブレーキパッドをブレーキパッド交換でいいんですか。え全部変えた方がいいんじゃないですか。僕もそう思います。私もそう思います、はい、とりあえずでもブレーキパッドを変えましょう、はい、ブレーキパッドを変えましょう、はい、ブレーキキットはね、うん、すこぶる調子いいですけど、はい、すこぶる財布と家計に優しくないんで、うん、はい、またそれはおいおい頑張っていただいてっていうところで、まあ、合わせてちょっとリアもねずっとチェック、一通りブレーキのことなんでチェックをしときましょう。そうしましょう、はい、ということで、はい、まあうちにあるうちで気づいてよかったですね。よかったです、はいはい、よかったです。まだブレーキが行方不明になる人が増えるところです。いやほんまやで、はい、この人に引き続きこの人は違うって、この人は攻めすぎたの、はい、頑張りすぎたらそうなるんです。そうです、しょうがない、はい、ということで続き頑張っていきましょう。はい、なんかおかしいっすね。あ、そう。